エジカ、同国の第五代大統領。現在の与党である愛国戦線の創設者にして当主だった。心境はローマカトリックである。旧イギリス保護領北ローデシアのムピカ出身。1963年に政界に入り、1985年に統一民族独立党に入党。ザンビアで、 複数政党制が認められた1991年からは複数政党制民主主義運動に所属。2001年、サタはフレデリック・チルバ大統領の後継候補にレビィ・ムワナワサ副大統領が押されたことに反発し、MMD を離れ新たに PF を決闘した。2001年に実施された大統領選挙、国民議会選挙において PF は大敗し、 ただ一議席のみしか得られなかった。5年後の2006年の選挙では、現職のムワナワサ大統領に得票率29%対43%で敗れた。選挙期間中、サタは中国資本を国内から追い出すことを公約し、日本の方が我が国に貢献していると発言している。2008年、ムワナワサの死去により、臨時に実施された大統領選挙では、 大統領代行のルピア・バンダに38%対40%で敗北した。2011年9月、サタにとって4度目の大統領選挙では、得票率43%対36%で、バンダに勝利。PF は決闘以来初めて与党となり、同時に20年間続いた、MMD 政権は終わりを迎えた。サタはその絶望の鋭さから、キングコブラの異名を持ち、 以前から銅の採掘を求めて国内に進出してくる中国企業を厳しく批判していたが2011年の選挙期間中は主張を抑え気味にしていた大統領の就任後は中ザンビア中国大使の収欲暁と会談し中国からの投資は歓迎するが中国企業はザンビア国内の方を遵守し両国にとっての利益としなければならないと伝えた 2012年10月に日本を訪問し野田義彦首相と会談。2013年4月には中国を訪問し習近平国家主席と会談した。2014年10月28日、サタは病気治療中のロンドンのキングエドワード七世病院で死去した。77歳ボー佐サタの死後は白人のガイスコット副大統領が暫定大統領に就任した。 それから3ヶ月後の2015年1月に実施された大統領選挙では PF のエドガールングが当選した。佐藤の息子のムレンガサタも政治家であり、ザンビアの首都のルサカの市長を務めている。ありがとうございます。